停留所の位置を示した地図。東海大センターとは、愛知県小牧市の東海大ニュータウン内にあるバス、停留所の名称である。複合商業施設ピアーレの周辺に位置する。東海大センター停留所東海大センター停留所9、東海大センター駅前ロータリー9、東海大センター駅及び商業施設ピアーレ2階の、北東側入り口前のロータリーにある停留所。 小牧巡回バスが停車するほか、乗り合いタクシー見本の乗り場でもある。なお小牧巡回バスは、北東側の県道195号、荒江大草線沿いにある同盟の停留所にも、停車するため、こちらの停留所の名称は、東海大センターとなっている。県道195号、荒江大草線沿い南西側県道195号、荒江大草線沿いの西側の歩道にある停留所。 ピーチバスと東海大バス、小牧巡回バスが停車する。なお、小牧巡回バスの停留所の名称は、東海大センターとなっている。県道195号、荒井大草線沿い北東側県道195号、荒井大草線沿いの東側の歩道にある停留所。ピーチバスと東海大バス、名鉄バスの構造自駅方面のバスが停車する。なお、名鉄バスの看板は、 ローマ字表記が、都課題センターと誤ったスペルで記述されている。ピエスタ横商業施設ピエスタ横にある停留所。名鉄バスの JR 春日ガ駅方面行きと栄え、名古屋駅方面行きの路線バスが停車する。市農家一丁目一号線沿い市農家一丁目一号線沿いに、ある停留所。名鉄バスの JR 春日ガ駅方面行きと栄え、名古屋駅方面行きの路線バスが停車する。 ナオコの停留所は名古屋行きバスのみ、校舎専用となっている。この路線バスは、市会をまたいでの乗車しかできないため、ありがとうございます。